ビル・レザビニョンのピエタは中世後期の結出した芸術作品の一つとみなされている15世紀半ばの油彩画である。1904年に特別展に出品された後、その作者について議論があったが、これまでアンゲライ・カルトンの作品として認められている。現在、ルーブル美術館に所蔵されている。シセル・キリストが嘆き悲しむ母、聖母マリアに支えられているピエタは、 中世後期の宗教芸術の共通の主題であるが、本作は最も印象的な描写の一つとなっており、おそらく15世紀にフランスで制作された最高傑作である。作品の抑制された表現のために、しばしば悲嘆とトラウマの明らさまな表現によって特色付けられる同主題の以前の扱いとは異なっている。構図は安定しており、聖母の手は キリストの体に取り付くのではなく、祈りのために合わせられている。キリストの体の湾曲した背中の形は非常に独創的であり、他の人物の尊厳のある、しっかりとした不動性の表現は、イタリアやネーデルラント美術とは大きく違っている。絵画の様式は当時としては独特である。人物群の配置はやや中性的であるように見えるが、その着想は幅広さと、 繊細さの両方を示している。繊細さは、肖像の緻密さと、キリストの頭部に置かれた洗礼者、ヨハネの手の優雅なジェスチャーにおいて、特に明らかである。木々のない背景の風景は、エルサレムの建物に遮られている、地平線に向かっているが、空の代わりに文字が刻まれた、降臨、境界線、気文がついた金字がある。 ネーデルラントの写実主義で描かれた聖職者の寄進者は左にひざまずいている。絵画はアビニオンからロール川を隔てたビルレザビニオンに由来し、ビルヌーブのピエタとしても知られている。左の背景に描かれている建物は架空のイスタンブールとハギアソフィア教会の表現であると考えられる。イスタンブールは1453年にオスマン帝国に陥落した。 絵画の推定制作年の数年前であり、本作の主要な主題であるピエタは、キリスト教世界の東部が陥落したことへの批判と解釈することができる。カルトンへの帰属が広く受け入れられる以前、一部の美術史屋は、この作品はカタルーニャ、またはポルトガルの巨匠によるものではないかと考えていた。美術史屋のローレンス・ゴーイングによれば、本作は、 リスボンとメッシーナの間の沿岸のあらゆる派の主要画家の作ではないかと論争の的となった。1447年までにはアビニョンで働いていたことが知られているカルトンは1450年代初頭に本作と比較可能な2点の作品を描いている。ゴーイングによれば絵画に見られる苦痛は稽古な抑制で表現されている。無限的に引き伸ばされた この体の悲劇に匹敵する、より明瞭な表現は存在しない。我々は、単純な悲しみの前に佇んでいる。何もない空を背景に、中世の終末に描かれた灰色がかった金色の場面は、言葉に尽くせないほど、壮大に見えるのである。ルーシー、スミス、エドワード、A コンサイスヒストリー・オブ・フレンチ・ペインティング、P26、テームズ・アンド・ハドソン、 ロンドン、1971、デニー、ダン、ノーツオンザ・アビニオンピエタ、スペクル、メディバル・アカデミー・オブ・アメリカ、1969、ABC ・ガウリング、1987、ガウリング、1987、P72、ありがとうございます。